はい、ゲームコレクターの酒館です。今日はね、2021年9月25日、今日もね、ダンジョン RPG ピクダン2を挑戦していこうと思います。ということで、はい、タイトル画面ですね。まあ、いつもこのタイトル画面ですね。どうでもいいことから話をするんですけども、はい。で、前回ね、フロア25でちょっと中途半端だったんですけども、まあ、先週のね、報告で話をした通り、もう何をすればいいか分かってるんですけども、ちょっと待ってね。で、この25をクリアして、で、26を今日はプレイしようと思ってるんで、まあ、多分すぐ終わると思うんですけど、ちょっと忘れてたらごめんっていう感じですね。あ、しまった。あ、レベルアップしたよ。で、多分じゃないな。ここに、そう、前回いろいろとやり直すためにね、わざわざ戻っちゃったんですよね。いろいろと戻しちゃったんですよね。で、何をすればいいんだっけ。あ、そう、これをね、調べると多分ね、謎が解けるんですよ。これでしょ。で、これで、スタート地点に戻れば、とりあえず前回ちょっと取り逃した謎を、獲得ってことですね。これで、はい。苦痛を見誤った男の傷だらけのモノローグ。闇が、暗ければ、暗いほど光が恋しくなる。静寂が続けば続くほど刺激が愛おしくなる。まあ、これで一応このフロアのね、謎はクリアということで。で、多分スイッチをいろいろ押しちゃったから、スイッチ関係を押しとけば、あとはいけるんじゃないかな。あ、違う、これじゃねえな。これはどうでもいいんだよ。ここか？あ、違うの。あれ、スイッチどこだ？強くなりすぎて、もしかしてダメージ受けてないとか。これで、違う。ここに入れればいいのかな。あれ、違った。どこだ。前回全部戻したせいで、どのスイッチを押せば、出られるか覚えてないぞ。こんなとこ時間かけてダメなんだよな。あれとか。どこだ。さっきのプレートでしょうね。どこだ。ここか。どこだ。全然時間かかりそうだな。ほんと、スルッとクリアする予定だったのにな。で、ダンジョン RPG ピクダンツは僕がね、約9年ぐらい前に開発に関わったタイトルで、まあ、これを僕が自分でね、謎を覚えてクリアできるかっていうのが、まあ、この動画のね、試みです。はい。で、じゃないんだよ、多分。いや、でも最近ね、なんか自分で動画編集しながら滑舌がだいぶ悪くなったなと思っててね、今、いや、なんか一人でね、家でいろいろ作業しててもね、あんまり喋らないからね、その動画でぐらいしか喋ってないのはちょっと今致命的だなと思ってて、やばいですよね。もう少し話し方をね、ハキハキ話す練習しないとね。まあ、ただ家で一人でね、ハキハキ話をするというのはちょっと、ね、外の人に聞こえたりしたらちょっとね、やばい人になりますからね。どうしたものかちょっと困ってるんですけど。
まあ、あの、お仕事いただければね、あの、打ち合わせだったら全然喋って問題ないんで、あれなんですけど。まあ、今まだマスクしてね、打ち合わせなきゃいけないと思うから、そこは問題なんですけど、はい。で、ここは降りると。で、とりあえず、ここで、今日はね、で、5分ぐらい経ってたな、ここで。まあ、ここから先は、このフロア26を全然前情報なくクリアできるかどうか。そうかも。ということで、一回外れてもらって、これで魔法使いですね。で、とりあえず急ぎましょう。とりあえず、とりあえずで、ね、なんだ。不思議な力で現れるもの、不思議な力で消える。昔の人が言ってたって。魔法の、これはヒントになるのかな。西から2つ、北から2つ、東の壁に気配がするの。西から2つ、北から2つ。まあいいや、ちょっと一回何のこっちよくわかんないかな。とりあえず。結構強いな。なんかダメージ受けてる感じがないね。まあいいや、これまた相手食べてこないか。ちょっと一回行けるとこ全部行っちゃおう。ていうか行ける場所ないのかここは。西から2つ？やばいなぁ。どこがいける今。ここだよな。もしかしてこれでなんか現れてる？あった。よし。そういうことですね。部屋に入ったら3歩前進して左側にゴンダス。部屋に入ったら思うのが、こういうゲームを、なんとなくね、こういうゲーム開発で関わってるときに、やっぱりこう、基本的には 2D 的なロジックで物を作ってることが多くて、まあ、ファミコン時代にね、プレイしてた経験からこう作ったりするんで、割とこう、ファミコンでやってた 2D のゲームの知識をこう、考えながら 3D に落とし込んでるようなところがあるんで、まあただこういうゲームはね、やっぱりマップを見るとやっぱり 2D なんですよ、下画面がね。だからまあそこでこううまく合致してるかなと思ってるんだけども、あ、やべ、あれ、そこら辺がその 2D の知識がない人がプレイすると、あ、いや、今度は2つあるみたいな。ドアのある側の壁にぶつかっちゃえばいいんじゃない？なるほど。これがなんだっけな。あれなんだっけ。全然今ヒント見てなかった。
いやー、全然ダメだな、これ。ダメだ、メモとかしてなかったからな。メモしてなかったから、何言われたか全然今、記憶してないんだけど。あ、ここか。あれ、二つ部屋があるのかな？やべやべやべ。あれ？この部屋入ってない。多分普通の謎はだけだよね。あのアイテム系の謎は多分このフロアにはないんで。あ、あれ？やべ、やべ。やばい、やばいね、やばい。とりあえずあとこれで、あと何の謎があったっけな。やばい、やべ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 。ちょっとやばいぞ。なんだっけな、何すんだっけ。戻れってことだよね、一回。なんかあったっけ。まあいいよ、一回戻ろう。回復しないとちょっとやばいよね。あれ、これ何だろう。あ、よくよく考えたらあれだ、フラスコの水に、フラスコがあるから、水溜めてるから、あの泉行かなくても体力回復できたわ。不思議な力で現れるもの、不思議な力で消える。不思議な力で消える。あ、よくここにいるのは分かったな。最後の謎は分かるかな。じゃあ、アバイは。なんだっけな、これ。最後の謎。覚えてないな。これなんだっけ。最後の謎？最後の謎なんだっけ。覚えてないけど、でも普通に考えたら、こう、壁当たってればなんとかなるんじゃないかな。多分、それでいてなんか問題が起こるな。リセットの機能は入れてないと思うみたいな。今最低なことやってる気がするけど、まあいいか。あれ？あー、そういうことか。まあいいや、謎解けたからいいや。いいや。まあいいや。
解説は特にしないです。日常に偽られた男の純真なリコレクト。動かせなくて、動かなくては絶対に動かなくてはこれまで以上の関係を築き上げるのだということで、ページクリアですね。はい、これでとりあえず追いついたわ。それで脱出すれば OK でしょう。てかどっかで回復したい。この辺か。なるほどね。まあレベル上げできればいいよね。もっと、まあ、時間は十分にある。あ、ここじゃねえよ。ちょっとレベル上げるにはちょっと辛いね。8000とかで20数回対戦しなきゃいけないね。ちょっと無理っぽいね。ここでちょっとレベル上げてみればいいかな。やべ、やべ、なかなかこのパリングの時のコマンドはちょっと手が動かないね。なかなか、もうあそこ入ればクリアなんで、まあ、もう少しレベル上げをしとくか。やべ。やべやべやべ。もう一回回復しとくか。プラス4の水飲むのめんどくさいんだよね。あれ横尻の方が強いな。そんな気がするな。まあいい。結構地味なプレイになってるかな。まあ謎解けたから今日はいいけど、そろそろやばい気がしてるんだけどね。そろそろ行くか。というわけで、オリブ作戦です。これなんだっけ、網か。網でいいんだよねこれ。まあはい。というわけで、とりあえずね、無事、フロア26をクリアした上で、7を、ま、普通にプレイしてクリアするところまで行けました。ということでね、毎回、とりあえずチャレンジしていくんですが、まあ、とりあえずね、こう、まあ、今のところ謎解きをしながら、ただ普通にぶつくと喋ってるだけなんで、ですが、なんかいろいろありましたらコメントの方いただければと思います。ということで、この動画が良かったと思う方はチャンネル登録、グッドの評価をお願いします。以上、作家でした。